はい、宮本大輔です。今日はチーピンが出て悩んでる方に向けてアドバイスをしていこうと思います。チーピンもいくつかその種類があるんですね。これはクラブフェースの向きとスイングの軌道で関係してくるのですが、体の動きでもかなりいくつかのパターンに分かれてきます。今日は意外と分かりづらいチーピンについて話をしていこうと思いますので、ご自身のスイングと比較していただいて、あ、もしかしたら当てはまってるかもと思う方はぜひトライしてみてください。それはバックスイング上げてこのようなトップを取ってる方、チーピンが出やすいです。私が考える理想的なトップっていうのはここなんですね。それに対して高くても低くても構いませんが、少し右肘が体の背中側に寄ってる方、これチーピンが出やすいです。というのがチーピンっていうのは基本的にはもちろんフェースの向きも関係してくるんですけれども、インサイドアウト軌道、インサイドアウト軌道が強く出ることによってフックが強くなり、これが結果チーピンとなってくるわけですね。フェースの向きっていうのも非常に重要となってます。これが右肘を背中の方に引いてしまうと、背中の方から前に戻そうとする動きが働くので、インサイドアウトが強くなるのが分かるかと思います。なのでグリップで体の正面に置いておきたいんですよね。この形です。これがバックスイングを上げた時に体の正面にグリップがあるのではなくて、ちょっと背中側にずれている、このトップはチーピンがやはり出ます。でこれの注意点、今グリップと言いましたけれども、右手が体の正面から外れなければ右肘というのは背中側にはいかないんですが、左手を中心として右手を動かしてしまうと肘の位置は構えている位置より背中側に移動します。これに体の回転を入れていくとこの位置にトップが入ってきますので、インサイドアウト軌道が強くなります。でチーピンが出る方、トップの位置低くしてればチーピンが出ないっていうふうにおっしゃる方も多いんですけど、それは大きく上げて振れば振るほど振り遅れでさらにインサイドアウトが強くなるからチーピンがより出ちゃうんですね。なのでトップの位置を低くすると怪我が小さくて済むってことだけで、結果その根本的な原因の右肘を引かないっていうことを直していかない限りはどうしてもチーピンが出ます。で最初直すとですね、手元の位置がいつもよりボール方向前の方に出てくるので、手元の動きだけで言うとちょっとカットに振ってる感じがするから気持ち悪いって方が多いんですけれども、実際は手元がカットに入ったとしてもクラブヘッドって背中側にいるので、手元の動きだけで言うと左側に入ってくるような感覚なんですね。その動きをしながらクラブを回して戻す動きができるといかがでしょうか。これカットの軌道に見える人って少ないと思うんですよね。手元だけの動きで見たらカットに見えた可能性は非常に高いんですが、全然これでインサイドから入ってます。そして体を回していくというふうにスイングができるようになってくるといいのかなというふうに考えています。じゃあなぜ右肘が引けるかは、先ほどお伝えしたグリップエンドを支点だったら左手を支点としてバックスイングするからであり、右手を支点としてバックスイングできればいいんですね。でこの右手を支点としてバックスイングするためにはやはりクラブを回す必要があります。手元の位置はほとんど動かず、クラブヘッドを動かしていく、これが必要で、このクラブを動かさないと結果手元でクラブを持ち上げなければいけなくなるので、右肘はより引きやすくなります。持ち上げた後にクラブを回しても右肘はもう引けた状態になりますので、なかなか持ち上げた後に右肘を入れるっていう動きをするのはちょっといろんな動きを入れてしまっているので、相当器用な人じゃないとできないかなと思うんですよね。だったら最初からクラブ回す、回しながら右を向く、このトップを作る練習をした方がいいかと思います。ちょっと実際に右肘を引いたバージョンと引かないバージョンでスイングをしてみますね。
ご覧になっていただいた通り、ああいう感じで曲がりが大きくなっていくんですね。そのフックがかかる理由としては、フェースがまっすぐに対してスイング軌道もインサイドインであればストレートが出やすいです。これに対してフェースの面がまっすぐなのにインサイドアウト軌道が強くなってくると、その分フック回転がかかってくるので、右肘を引くことでインサイドアウトが入ってくる、だからフックがかかるんだということになります。またこの動きを入れてしまうと、先ほどお伝えした通りクラブが動いてない状態を作ってしまうので、ヘッドスピードもそんなに上がらないかなというふうに考えています。というわけで今回はちょっと分かりづらいチッピンについてお話をしてみました。ぜひ参考になればと思います。それではまた。